オッケー。はい、今日は、はい、岩山ですよ。はい、あの子供の時から、うん、あの375号線国道の、はい、から山を見たら山頂にはいつも火の用心って書いてある、うん、山ですよ。そこの山、はい、ついに何十年も経って来る時が来た。来る時が来ましたよ。標高は421や、ね、421。そんなに高くはない感じの山。まあ今日も怪我なく頑張って、じゃあ行きましょう。なんか岩じゃね、始まりから岩って感じ。天気はいい、最高。岩山じゃねえ。よいしょ。わ、こんな低いところからこんな岩があるって、すごいでかい岩があるって珍しいね。なんかでっかい岩だなこれ。へえ。やった。おお、薬師堂。はい、着きました。おお、すごいねこれ。岩山、すごい歩きやすい感じ。日差しがあったかい。天気はいいし、街がよう見える。田んぼが多い。景色が綺麗。おっと、綺麗じゃない。まだ走っとるかね。ちゃんと誰かが綺麗にまた塗るんじゃね。いい感じだ。あ、そこになんか展望岩がある。え？展望岩。ああ、本当だね。なんかあるね。景色が綺麗。あ、なんか分かれ道ですね。展望とかにちょっと走ってみようか。10分ぐらいで行けるんじゃないかなと。全然違うとこ行けるね。まあこっちちょっと行ってみようか。険しいところ。うわ、これ落ちそうだな。また最近落ち癖がついとるけさ。痛い痛い痛い。これは痛い。ちょっとこれはやばいな。痛い。よいしょ。誰も通ってない感あるね。そこトゲトゲがあるけね。うん。あ、耳の中だ。あ、なんかここにも道があるよ。険しい方を選んでしまったかもしれない。あれ、ここになんか、まあこっちもどっちかやったらアドベンチャーっぽいけど、こっちの方が楽っぽい道が。あれ、ちゃんと。あ、ちゃんとなんかロープがある。だって今の道だっても普通の人は通らんじゃろ。通らんけど普通の人じゃない人は。ああ。展望岩は右ですね。じゃあ右へちょっと。よっしゃー、着いたー。おお、展望岩。あ、でもまだこの先にも看板が一応あるんですけど、え、60メートル先って何か書いてある。まだこの先があるんか。やっと10キロ、秋葉原。なんか展望がなくなるぐらい下っていきよるけども、着いた。おーおーおー、いい感じの岩じゃないですか。へえ、あ、いいね。
へえ、すげえ。あ、ほんま。いいですね。あ、これいいわ。俺的にはこじんまりとした岩でちょうどいい感じかもしれない。よいしょ。よっこいしょ。ほっ。あった。おお。さっきどこら辺から見たんかな。結構上から見たような気がするよね。いいね。あ、あの先もあるよ。あれはしていかへんか。この先は。いいですね。いいですね。おお。一番。その先が一番映えるね。でもこれ全然全然よね。全然いける。いや、そこに躊躇する部分はないよ。よいしょ。うわ、怖っ。怖かった。はい。まあ、そんなんで、そんなとこで。ああ、いいね、いいね。素晴らしい。いい、素敵。戻れる？ちょっと、先戻ってみる。いける？ちょっともう、下、もう下降りた方が、もしかしたらいいぐらいの。下に降りるとこある？いや、ないんだけど。そこから落ちるぐらいだったら、ここから落ちた方がいいかなとか。結構怖いじゃろ？うわぁ！いけるっしょ。え？いけるっしょ。いや、なんか右足つくの？左足。うわ、怖ぁ。どうしよう。よいしょ。よいしょ。うわ、怖ぁ。マジ怖い。来るんじゃなかった。いや、怖かった。いや、ほんま、ちょっとびっくり。ちょっと向こう。ちょっと。いや、怖かった。はいはいはい、いや、マジで。いやもう、はいはいはい、あ、いいね、ここは。おお、おお、あ、いいね。いやもう怖いって。ミオルこっちが怖い。雷門でだいたい20キロ。もうしんどいで。天気がいい。今日も天気がいい。すげえ青い。いいね。いやー、これはいいわ。ここいいね、景色がね。ここはいい。ここいいね。絶対岩山来た人は来た方がいい。ここはのんびりご飯食べるのもちょうどいいし、いい感じ。さて、ここからまっすぐ行ったらめっちゃ険しかったけ、こっちの、左へ行ってみよう。言うても大丈夫か。そうじゃね。こんな道あったかな。あー、出たもん。え、ここにほら、あ、なんか書いてある。そうそう、あ、でもここに展望岩って書いてない。あ、ここね。そっちばっかり見よったけ、ここ全く見てなかった。ここ展望岩って書いてあるからね。そういうことか。で、次は今度こそ本丸へ上がっていきます。違うんよね。今日の本来の目的が一個あるんで、そこへ向かっていきます。もうね、さっきの本丸の後からはもう着いた。早いです。あっという間に着きました。お、かっこいい看板があります。はい、岩山421到着です。
しました。はい、皆様の幸せを願います。はい、おお、いい、いい音。あ、いいね、いいですね。おお、下まで響いたかな。いい感じです。30キロ地点です。さて、岩山の鐘も鳴らして今日の本当の目的、火の用心、目的を忘れとったけど、この下なのかな。そうだね、下か、横から見る感じだね。どっちから行く？あ、そうだね。あれが、ここが池岸で、こっちが灰岸か。灰岸も、冬の凍った時しか行った覚えがないんだよね。気持ちいい時に行ったことないけどね。こっちが見ます。残り9キロ。ここも折れるな、気持ちいいわ。この下が無用心。今からここへ行きます。よいしょ。で、こっちか。そこか、だっけ。それか。この横か。はいはいはい。あ、みんなそこから見とる感じ。あー、そうね。うわ、でかっ。火の用心、着きました。今日の目的地。へえ。こういうことか。はい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 。見えました。これみんなが見ながら行きよるとこね。滑らん？そこら辺じゃねえ、みんなね。よし。こっからね。うん。鬼門はね。どうってことないよ。どうってことないよ。ロープがある。あ、本当だ。ちょっとあるね。ちょっとだけど。俺の体重を支えられるのか？大丈夫か？よいしょ。あ、楽勝。楽勝でした。はい。今日の一番の目的地の、はい、火の用心。ここまで来れました。あ、景色も絶景です。いいですね。いいね。あと5キロ、東京タワーまで来ました。頑張るぜ。さあ、火の用心ありがとうございました。帰っていきます。帰れるかな。よいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。ロープを上に持ってたら、俺の大事なロープを、ロープ、ロープよいしょ、よいしょ、たどり着いた。よいしょ、よいしょ、よいしょ、どっかいしょ。ふぅ、再び山頂。いい音。
あ、全然走れそうね。最初の祠に戻ってきました。今日も無事に帰れました。ありがとうございました。お、危ない。気持ちがいい。お、下まで着きました。さあもう戻ってきたぞ。よいしょ。はい、到着です。はい、到着しました。無事に下山。はい、お疲れ様でした。今日は念願の火の用事。火の用事、無事に。もう途中で忘れとったけどね、色があってなんか景色が良かったっけ。思ったより景色が良かったっけ。なかなか楽しかったかな。まあ途中の、展望岩はもうぜひ皆さんに行ってほしい。そうだね、なかなかこうは良かった。ちょっと怖かったっけ。あんまり無理せんでいいと思うけど、まあ、そう、鍋さんが行ったところはいかんでもいい。俺だけがいつもビビっとる感じがあるけどまあでもこうはなかなか簡単に行けそうなし、良かったと思います。はい、はい、でしかも結構短時間で意外と楽な山じゃったね。なんか、そうですね。ここは簡単に登れます。そう、おすすめ、ぜひ皆さん見に来てください。はい、じゃあお疲れ様でした。よし、ラスト、ラスト